お疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで、今回もウィニングポスト92021-2022のお話をさせていただければと思うんですけども、非常にね、今回ね、皆様のねご期待がねたんぽり高いので、みんなの反応っていうのをね、またねこちらねウィニングポストでもやっていきたいかなと思いますけども、リリース前ですけどね、非常にねもうほんとやばいんでね、ぜひそちらをまとめていますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということでね、今回はね、みんなの反応集ね、後ろのねエディット画面はね気にしなくていいのかなっていう感じで、気にしてもいいんですけどみたいな感じなんですけども、あのこのゲームっていうのは引き継ぎっていうのができるんですけども、それ以上でね一番ね引き継げるっていう部分に関してはね、この馬の名前もそうなんですけどもね、ジョッキーだったり調教師さんの名前っていうのもね、やっぱり修正していっていきたいじゃないですか。まあ本当にね、武邦彦さんだったりね、雄一さんのお父さん、雄一さんとかも出てくるし、まあ逆に言えばね、クライムカイザーといえば加賀武美ジョッキーとかね、かなりね、このね、第一次競馬ブームを支えたね、人物っていうのもね、修正をしていかないといけない。逆に言えばね、もう実名じゃないのかなっていうところがね、ちょっと気になるところなんですけども、非常にね、そういうところをしっかりね、抑えていきたいっていうところがあるとは思うんですけど、話がそれましたけどもね、皆様の反応っていうのはどんな形なのかと言いますとね、やっぱりね1976っていうのはね TTG ですよね。卵かけご飯じゃなくてね、東証ボーイ10ポイントね、グリーングラスのね TTG 時代でございます。かっこね、日本ダービーはクライムカイザー、声を大にして言いたいみたいな感じなんですけども、ここまでがセットなんですけどね、僕の中では。クライムカイザーもいるんですけども、非常にね、テスコガビーだったり、1年先輩にはね、あの伝説の馬カブラヤオでございますけども、非常にね、かなりね、もう本当僕もね生では見ていないんですけども、非常に期待ができるね、本当に歴史の日本の競馬のね伝説を作っていった馬たちっていうのをこう触れる、めでれるっていうのはね、非常にね、かなり期待されている方いらっしゃるんじゃないのかなと思っております。非常にね、もうね、ダウンロードをこうねできるんですようになってるんですよ。もう予約ができる、PS4 のねストアでね、大体ね、僕毎回ね、ダウンロードコンテンツっていう部分にもあるので、早めに予約するタイプなんですけども、すでにね、口コミの方がね、脅威の 4.5 っていうね、バケモンみたいなバケモンまだやってないのに 4.5 っていうのはちょっとやばいですけどね、怖いですけども、 やる前のリリース前、すでに 4.5 の星印がね、ついている。そのねコメントとかをね見ると、やっぱりね期待がね、かなりあるんじゃないのか。東証ボーイ10ポイントから始まるのは神だとかね、普通にねリリース前の情報ですけども、1984年、シンボリ・ルドルフの時代にエルグランセニョールを持ってこれるっていうことはそういうことですよねみたいな感じかなと思いますけども、非常にねそこの部分はねかなり期待されている方結構いらっしゃるんじゃないのかなと思いますけども、かなりそこの部分で白熱してきている、非常にね、熱がね帯びてきているっていうところなのかなと思います。一番ねやっぱりこの開始年シナリオっていうところがね、みんなの反応かなりいいんじゃないのかなと思っております。で、二つ目がやっぱりね、先ほどといった海外牧場ですよね、が早期にね、今まで結構言われてきてるんですよ。ずっと言われてきてて、なんとか早くやってくださいよみたいな感じだったんですけども、全然やってくんなかったんですね全然やってくんなくて、いやもうやんないでしょこれみたいな、感はあったんですけども、全部やってくれるみたいなんですよね。で、本当にデータとしてもエルグランセニョールを持ってくれるっていう風に言っちゃってるんで、10文字以上ね、10文字以上の馬も所有できるようになっているっていうのも、そこでねサクッとね、紹介されていて、これはね、10文字のね、今まで過去動画あさっていただければね、散々言ってきました。2019から言ってます。無印からも言ってますね。もうなんでウィニングポストは9文字で終わってしまうんだっていうね。ここかてペトルの馬とかも無理ですからね。ここかてペトルの息子なのに、ここかてペトルの馬とかね、つけれないっていうね、非常に残念ですよね。やっぱジャイアンツコーズウェイだったりね。あとは結構エルグランセニョールもそうですけども、オーダーオブセントジョージとか、海外の馬ってめっちゃね、長いんですよ。名前がね。そういう馬たちをこうね、戦う、ライバルとしてはね、いるっていうのは結構あるんですけども、強い。強いのよ。あの馬たちっていうの、強いので、その馬たちをね、倒すっていうのも面白いんですよ。それをね、持ってね、よりもうね、狂ったようなローテーションで、狂ったようなね、使い方をして、狂ったような成績でね、やっていくっていうのもやりたいじゃないですか、我々っていうのはね、どうしても。どうしてもそういうね、部分出てきますよ。ただそういうところがね、ちゃんとね、かゆいところに手が届いているっていうことで、かなりね、皆様ね、反応がいいなっていう形があるのかなと思っております。
そしてね、まあ3つ目になってくるんですけど、3つ目はね、やっぱりね、本当にその新秘書ですよね。新秘書、いや、そんなことないのか。みんなの反応、新秘書ね、意外とそんなでもなかったんですよ。ぶっちゃけた話。まあ、好き嫌い分かれるよね。好き嫌い分かれる新しい秘書だと思うんですよ、あの方はね。でも、その新しい秘書がね、まあ、可愛いだろ。もうそれでいいじゃないか、ウィニングポスター。まあだからまあね、まあ巷で言われてるんですよ。ウィニングポストやられたことご存知だと思うんですけども、ウィニングポストっていうのはね、競馬歴史シミュレーションだっていう方と、美少女ゲームだっていうね、この2タイプに分かれるんですよ。まあでもね、まあ本当に長いことね、このね、ゲームっていう世界にいると、光栄っていう会社は、あ、三国志の、あ、信長の野望、あ、ウィニングポストのっていうね、イメージがございますよね、大体の方。いやいや、何を言ってるんですか。ゲームの元々の会社ですよっていう形なんですよ、簡単に言うとね。まあ元々そういう BBB ゲームを作っていたイメージがある方もいらっしゃると思うんですけど、まあそこをね、世襲してるんです、いい具合で。あのね、ピーにならないようにピーしてるだけなんで、まあもうオブラートにピーしてるから、ピーしてるから大丈夫なんですけども、今のね、ゲームっていうのは。元々 BBB っていうね、会社でもあった部分、一部分です。要はね、一部分ですよね。一部分ですけども、そういうのもあった部分、本当にクオリティ高いんですよ、そのピーゲームもね。で、非常にね、やられた方、ピーズムズマ、ビビビビみたいなのも全部ピーで。ピーしか言えねえわ、本当に。そんなね、中だったんで、美少女ゲームっていうね、考え方でもできるっていうところはね、まあ本当にね、サイド的なところかもしれないんですけどもね、あのね、ニュー秘書もね、かなりね、僕的にはおすすめなんですけど、割とね、反応的にはね、なあ、ギャルね、みたいな扱いにはなってきてるんですけども、まあね、まあね、金髪ですから、うん、好きこそ好きなのね、なんちゃらかんちゃらとか言いますけども、もうそれでいきましょう。ということで、3つ目はね、かなりね、秘書のところでも、この秘書って結構、変化球じゃないっていうね、風にも言われている。いや、逆にドストレートやろって言われているっていうね、ところもあるんだなっていうところになっております。まあね、でももう、まあね、全部ね、いいことばかりじゃないんですよ、みんなの反応っていうのはね。まあ、こっからちょっとね、まあ、マイナスに見えるかもしれないっていう話なんですけども、まあね、意外とね、意外と反応が薄かったのが、馬との絆ですね。馬の絆に関してはね、あんまりこうね、ピックアップされている方がそんなにいないし、僕もね、なんて言うんだろうな、こう、どういう風になっていくのかっていうのがまだわからないんですよね。どういう風にこう、わからないというか、どういう風にこう、発展していくのかがまだちょっとわからなくて、まあ、絆っていうところが、まあ、このゲームね、まあ、いわばね、絆チートって言われる、まあ、チートって言ったらね、ちょっと言葉に語弊があるのかもしれないんですけども、まあ、それくらいね、チートなんじゃないのかって、まあ、公式チートみたいな感じかもしれないんですけど、まあ、チート言ってると怒られそうですけども、まあ、本当にそういう感じでね、まあ、いい意味で、馬を強化する、簡単に強化できるっていうことで、絆っていうのがね、ウィーニングポスト9からね、こう、実装されてるんですよ。それをね、やっぱりね、もう1ランク上に上げていったんですよ。割と周りの皆様のね、みんなの反応っていうのはね、そこに目がいかなかったみたいですね。だから割とこう、大型アップデートっつっちゃったよ。大型のね、まあ、ナンバリングの交換じゃないんですけども、ね、年代の交換なんですけども、そこでの中では結構ね、いじってきてるなっていう感じなので、そっちの方にね、まあ、ほんといろんな、こうね、今までね、不満があったところをこう小さな不満から大きな不満まで全部直しちゃってるんで、新しくこういうのも入れますよっていうのに意外と目がいっていないなっていうところ。あと馬との絆っていうのがね、まあ説明はね、わかるんですよ。ゴルシとね、馬ですから、なあ、まあ逆に言えばね、ああなるほどねみたいな、仲良かったもんねみたいな感じでわかるんですけども、その他の馬でのね、この馬との関係っていうのが基本的にこうライバルのイメージっていうのの方が多いっていう。まあサイレンスズカもね、まあ隣の馬房の馬が帰ってくるとすごい非常にね、まあニコニコしていたって、まあニコニコしていたっていうね、でも本当馬、まあニコニコしたら怖いですよねみたいな感じなんですよ。気分がね、こう良くなっていったみたいな感じのところがあるっていうのは聞いたことあるんですけど、それをどこまで表現するのかっていうところをね、非常にこうね、どうなんだろうっていうところで、馬との絆っていうのが意外とちょっと反応はそうでもなかったのかなって思っているんですけど、皆さんどうな感じでしょうかっていう形かなと思っております。そしてね、2つ目のね、ちょっとね、気になるような反応があったっていうところに関してはね、まあ、意外なんだなと思うのが、オンラインの馬券に対してでもちょっとね、反応がね、意外とこう、なんていうんですかね、いやだったら実装しろよっていう方が結構多かったなっていう感じかなと思っておりますよ。まあ逆にね、実装しちゃうとね、もう面白みがなくなってしまうっていうところがあるので、まあ本当なんていうんですかね、まあしょうがないよねっていう妥協点なんだろうなっていうね、前の動画でもお話しましたけど、これは妥協点だなって思ったところはあるんですけども、まあでもまあそれでね、まあ
正直な話ね、まあ、なんていうんですか、オンラインって魔境なんで、魔境なんでね、もう、そこの部分がね、ちょっとね、気になるんですよね。だから、オンラインね、馬券王っていうね、ところに対しては、まあ、馬の強さ以外の何かをね、求められてくるってなると、魔境の感じがね、より混沌としてカオスになっていくんじゃないのかっていうね、ところが非常に気になっているところですけどね、皆様のね、馬券に関してのね、オンラインっていうところのコメントはね、お待ちしておりますので、ぜひコメントいただければと思っております。そしてね、最後になるんですけども、まあ意外とね、こうね、めちゃくちゃ、さっきも言ったんですよ、 PS4 ストアのね、あの評価も良かったし、ネットのね、まああのなんかこういうのもね、非常にいいよねみたいな感じだったんですけども、やっぱね、危惧されている方はね、こんだけデータいじって大丈夫かっていうね、声もやっぱりね、ちらほら見えてるんですよね。だからほんと多分、まあまあね、まあ光栄っていう会社は本当に技術力ある会社ですよ。だからシミュレーションゲームってめちゃくちゃね、あのゲームの中でも、あの PC ゲームをね、触ったことだと分かると思うんですけども、求められるね、スペックって結構実は高いんですよね。 PC ゲームをやってる方だとご存知だと思うんですけども、だから計算値、計算する量が多いじゃないですか、普通に考えて。でしかもそれをね、 PS4 だったり PS5 にこうね、こう縮小したりね、スイッチにも縮小してね、グッてやっていくわけじゃないですか。このね、機械、このね、コンシューマーにね、合うような感じでデータをね、こう転換させるっていうね、これまあウィニングボスのね、強みっていうかすごいところですけども、まあパソコンでもできる、PS4、PS5 でもできる、スイッチでもできるっていうね、データのね、互換、あのね、互換性を持たせてるのかな、わかんないんですけども、それをね、こう変換してちゃんと全部のでやっていきます。はい、全ジャンルで売りに行きます。はい、販売網は全てですみたいな感じのところがやっぱね、ウイポー、まあ光栄さんのすごいところだなと思うんですけど、逆に言えばここまでいじってるので、まあ各ね、スイッチだけのバグだったりだとか、 PS4 だけのバグだったりだとか、まあ PC に関してはね、バグがあってもね、こっちで修正できちゃうよっていう方の方が多いと思うんですけども、まあそういうところの部分でね、どれくらいね、こうデータにね、破損があるのか、デバッカーのお仕事来ましたねみたいな感じがしちゃってね、それぐらい結構今回ね、本当にいろんなところをいじってる、細かいところから大きなところまでごそっといじってるので、まああのゲームのね、流れっていう進行っていう感じではね、ものすごくいじってるのかって言われると、そんなことはなさそうなんですけども、まあ例えばですけども、8から9っていうのはね、非常にナンバリングが変わった時っていうのはもうデチューンなのかなみたいなぐらいまで言われてた時期ありますよ、8、9の時は。ただ8にあったね、こう、こんな、なんていうんですか、箱庭感っていうのを戻、ね、実装したわけでもないので、大型に全部入れ替えてるってわけじゃないんですけども、ゲームっていう箱の中の箱を入れ替えたんじゃなくて、箱の中を片っ端からこういじり出してるので、小さいところでね、ブロックがこうね、ボロってなってるようなところがあるんじゃないのかなっていう不安はやっぱりね、ないって言ったら嘘なのかなとは思っております。まあ僕はね、サイレンスズカ田原誠樹さんと、まあグリーングラスが出てれば問題ないかなと思っているところはあるんですけども、まああとはやっぱ加賀武美ジョッキーがね、加賀武美ジョッキーしていく、まあターフの魔術師がね、ターフの魔術師していくっていうところがあればね、まあまあまあ満足っちゃ満足なんですけども、まあどのくらいのね、まあ一番恐れているのは進行不能バグがないことだけは祈っていくっていう形なんですね。まあ他の動画でもお話しさせていただいたんですけども、やっぱりね、期待が大きいゲームってリリースした時に、なんだこれってなると、一気にね、潮引き引いてくんで潮引かれるんで、まあ僕はずっとね、もうやる感じですけども、どうしてもね、こうね、加熱してなんだよってなるのがやっぱ怖いと思うので、そこの部分はね、おそらくスーパースね、神奈川県トップクラスのね、大企業のね、光栄さんであればね、まあ修正スーパーエンジニアだらけのね、光栄さんだったらしっかりね、修正してきてくれていると思いますよ。まあ体験版を出すところでね、ワンチャンね、まあ体験版で我々はもう全力のデバッカーをしてあげれば、リリースの時に、だからもうここからはどれだけウイポ愛してるかの戦いですからね、皆さん。わかりますか？わかりますよね。我々は体験版をダウンロードして、体験するんじゃなくてデバッグするんです。これおかしいですよ。これもおかしいですよ。できる限り可能な時間ね、時間を費やして、公園っていう会社にね、無料でね、やらせてもらえるんですから、それぐらいやっていかないといけないのかなって逆にね、思っているね、決して案件でもないのに、なんでこんな光栄を擁護しているのかよくわかんないですけども、でもそれがね、まあゲームのね、面白いところじゃないですか。プレイヤーはプレイするお客様じゃなくて、ゲームと一緒に開発できる、これ素晴らしいと思いますけどね。現状はね、かなりね、ご期待されているウィニングポストですけども、体験版がね、出ますんで、そちらの方でね、しっかりね、バグだったりっていうのがね、我々デバッカーのお仕事でございます。そちらのね、事前にね、ダウンロードできる我々のね、特権でございます。
バグを見つけるってことはそれほど、我々はね、光栄という会社に貢献できるっていうね、素晴らしいじゃないですか。それでいきましょう。なので見つけたらね、声高らかに皆様、教えていただければ僕もね全力でねそのね、まあ拡散していければと思っておりますので、なんか途中から怖いですね、怖い話になってますけど、まあそんな感じでね、非常に期待されているウイニングポストですから、皆さんね、ぜひ体験版とそして商品の方をご購入してみてはいかがかなと思っております。こんな形で引き続きね、ウィニングポストだったりね、ダビスタもまだまだやめているわけではございませんので、動画まだまだ出していきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。ぜひ体験版購入をねご検討してみてはいかがかなと思っております。それでは次の動画配信で、バイバイ。